始まって早々ですが、皆様に一つ謝罪しなければならないことがあります。録画に失敗しておりましてですね、私このチャプタークリアまでやってしまいました。まあ、もうすぐなんですけど、ね、この先もうすぐなんですけど、クリアまでそこまでね、録画失敗してるのに気づかずにちょっと進めてしまいまして、ですのでこの辺りはもう一度やった、あー出た、一度クリアをしてしまったということで、まあもうサクッとやってしまおうかなと思います。でここなんですけど、向かい合っているこの出口のとこね、ここにスイッチが向こう側にもあって、この2つのスイッチをひねることによってゲートが開くんですが、当然、片方をひねると敵が来ますの でここの銃座が使えるのよね、使えるから、まあ、こんな感じでやってくる敵をこれで倒しつつで、激強敵が来るので、ここの銃座の弾丸使い切って、で、おい、何された今で、銃座使って強い敵先に倒しちゃえばもうめちゃくちゃ楽っすね。反対側まで来て、もうザコがちらほらいるだけなんで、反対側のスイッチひねって、でこのタイミングで敵の追加が来るのか、まあでもこの敵の追加は反対側の銃座が使えるので、でもここはもう特に何てないので使い切ってしまいましょう。はいはい、ありがとうね。ああ、わざわざごめんね、いいのに。そんな気になるのがさ、バイオハザード RE4 ってさ、敵が全滅しても BGM 止まないんですよね。もともとバイオハザード4で敵がいなくなったら BGM がスッて止まる仕様があって、それで敵が全滅したかどうか分かってたんですけど、今作なんか BGM が鳴りっぱなしなんですよね。まあええか、乗ってけ。何、フレデリック、全部終わったらいっぱいやろうぜ、いい店があるんだ。マイク、墜落にだけは気をつけてくれよな、頼むわ。周りよく見て、頭を下げて、いやちょっと乗ってかんかな、あーちょっとまだアシュリーを助け入れてない。おー、え、伸びそどる、いやそれはレオンがどうにかしろいやいや、それはレオンがどうにかしろというわけで、今回レオン君の怠慢により、マイク君墜落、かわいそうに。いやサドラはお前何もしてないやん私がやりましたみたいな生産者みたいな顔で出てきたけど、あ、まああれか、伸びした道路を操ってはいるのかな。はい、というわけで、これは僕ちょっとこのムービー初見でね、もう見ちゃいましたけど、このムービー初見の時びっくりしたんですが、なんとね、マイクが墜落する理由が変わっているという。もともとマイクは原作というかバイハザード4やとロケットランチャーで撃ち落とされて、でそのロケットランチャーで撃ち落とすように指示してたのがサドラーやったと、まあいうことで、うわー、サドラー畜生、よくもマイクをってなるシーンなんですけど、なんと今回墜落する理由がノビスタドールになる。ノビスタドールなんかずっと出てくるね、便利なんやろうな結構頭いいし強え虫みたいな感じだったもんね。あとここに碑文が、すべての土に腹からの屍は眠る、すべての糧に腹からの血肉は宿る、死すより多く我らは生まれ、とこしえに我らは生きる、そしてすべてを我らは捨てる。これサドラーって書いてあるけど、でもオズモンド・サドラーじゃないから、多分仙台よとかやな、違うサドラーやな。もう驚くほどサクサク攻略していてますが、この辺は実際はすげえ苦労しました。特にこの3つ目今待ったやつがさ、もう本当に発見できなくて探し回ったわ。なんか地図見てもよく分かんなくてさ、あの位置見つけたのは見つけたんですけど、実際リアル10分ぐらい探してたんですが、いやいいですね、なんかすごいサクサク攻略っぽくていいですね。あそこね、残念ながらマイク君は撃ち落とされてしまいました。マイク君の分の頑張りましょうな、ジョニー。で最後の1枚がこれ、オッケー、クリア、完了、全てのミッションを達成しましたと。ここなんですけど、コア袋がありまして、これ
これ近づくと動くんですよ。まあこういう袋があるかもね、あるのかもしれん。レーナラドールが入ってます。僕は初見の時何も気づかずにバーンって打って、うわー動いたーと思って打った結果、中から僕だよって言ってレーナラドールが出てきてタコ殴りにされました。嫌でした。なのでもう触らないようにします。生体サンプルの移送、これね、まあ、あのリヘナラドールをこの場所に移動させていたっぽい、どうやら。で、この辺にネズミいますけれども、あのこのネズミは別に気にしなくて大丈夫です。四角いくぼみのある腕は、ちょっとこのままサクッとクリアできたらボス戦まで一つの動画にできるかもという思いで、僕はこの回を巻きます。すみません、任せてください。よいしょ。でここ袋がいっぱいあるんやけど、あのこの袋の中に一つリヘナラドールが入ってる袋があって、でヘビー忘れてました、食べまーす。どの袋、それか、その袋にまあリヘちゃんが入ってるんですが、よいしょ、できるだけ触れないように、よし。でここでハンドルを回して、で向こう側の扉が閉まるまでに行かなあかんねんけど、急げー。これを触ることによってリヘナラドールがニュって出てくんだけど、無視です、こんなもん。一生ここで暮らしてくれ、マリナ。俺は行く。はい、ふう、すまねえな、俺行くよ。しかもあの2体目のリヘナラドールがアイアンメイデンに進化するんで、本当に死ぬかと思いました。思い出したくもないです。あ、こっちはこっちな。やらない、射撃はやらない。お、すべての同胞に代わり感謝する。俺は遊びに来たんじゃない、大統領の娘を助けに来た。というわけで、すいません、ここめっちゃ苦労したんですけど、一回クリアしたんでもう大丈夫です。サクサクやらせていただきます。すみません、サクサクプレイです。ほんまにね、多分ここ初見やとすげえ大変なんですよ。っていうのも敵がすんごい多いの、ここなんで。あんなええ感じに弾いっぱい分けてくれた後でこんなに弾を消費させてくんの、ちょっとムカついちゃうよねっていうぐらいの勢いで、ここすげえ敵出てくるんですよ。まあもう実質最終決戦ですね、ここがね。ここでこう弾を使ってってねーみたいな。まあ多分これ終わったらまあもうほぼ終わりなんじゃないのかな。なんかブラックバス流れるようにくれたな誰かの夜食かな。すーわけで、ここはもうサクッと行きたいと思います。移動としちゃったけど、そこにもいるな。はい、まーい、なくて申し訳ない。で、ここね、敵の数が多い。しかも追加もある。ノビスタドールいっぱいおる。やんねんけど、結局その、あと、罠もすげえあります。まあ、とにかくこの、なんて言うのかな。知らんやつを殺してくるマップなんですけど、一個ちょっと気になってることがあって。あのね、この先かな。この先、よいしょ。この先で、おー、いたんだ。ごめんね、無視しちゃって。ちょっとまあ、君は倒させてもらうね。この先、まあ、例によって例のごとく、あれが塞がってるわけ。で、あの赤色のエリア、触っちゃうと、やっぱ銃で撃たれるんですよ。で、銃で撃たれると即死なんですよね。一撃で死んじゃうんですよ。ただ、これはいいね。これはいいんやけど、この奥にもう一個あるのよ。俺はちょっとそれの意味がわからなくて、ちょっと、ちょっとそれを確かめるべく俺行くわ。ごめん、ちょっと突っ切ります。なぜ突っ切るのかは後で分かります。あ、こんちょこんちょこんちょ、そうそうそう、ここにね火がいたりするんですけど、まあまずこれ、あ、こんちょ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 、元気してました。あ、僕ですか。僕まあすかね。結局やっぱ仕事は忙しくて。ああ、そうですか。ああ、なるほどなるほど。よし、でこいつも無視。あ、ここから飛び降りるのは無理か。ここは飛び降りるでしょ。オッケー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 。でもう
もうとにかく突っ切る。いてててて、もうなんか多少殴られてもええわ、そんな暇ある。でここまで来るとなんかこういうのがあって、このボタンを押すとこれがこっち向くねん。これもしかして帰ってくねー、帰ってくねー。押したろ、おらおらおるでー。なるほど、これを壁と認識してるのか。これが出るともうたどり着けない場所に行ってしまったと判断して帰っていっちゃうっぽいね。まあもうええか、なんかアイテムいっぱいあるけど、まあ結局アイテムがいっぱいあるだけなんで、まあもういいかもね。行きますか、行っちゃいましょう。なぜかというとこの先でクリアだからです。アシュリーを探すって出て、おーアシュリー探す、うー俺アシュリー探すと思ったらそこにいます。地下、俺もっとアシュリー探したかったな。でこの次のムービー見た ところぐらいまで進めました。さあアシュリーを助けようとするもちょっと届かない。なぜかというとサドラーがいるから。でレオン、この顔はこの顔でちょっとかっこいいから、なんかそのモードはそのモードで残しててほしい。生態によって我々は皆一つになるのだ。ほう、なんかサドラーがね、前作と比べるとちょっと頭おかしい度アップしてる気がする。前作のサドラーって確かアシュリーをさらったの金のためやったから、金が必要なのだよみたいな。そう考えるとなんかこいつ純粋に人をなんかこう統治しようとしてて、ダメか、今こそ時至れり。この子羊は我らと契約を交わした、そんな覚えないんですけど、クーリングオフとかって。あーレオンピンチ、しかしこのタイミングで助けに来るのはいいだ。こう言われましても僕もいっぱいいっぱいなんですけど、頑張れレオン、アシュリー担いで、最悪タクシー呼んで。おお、でこの銃弾手のひらから、あでも動き早っ。でこれ助け方が違いますね。なんかドラム缶打って爆破して入り口塞ぐみたいな感じだったよな、エイドの助け方。よし、これでアシュリーを連れて研究室へ。この足が遅いんすよ。まあもう必死やわな、この先が第二研究室、結構遠いな。頑張れレオン、なんとかアシュリーを。最悪一旦アシュリーここ捨てていけへん、捨てた海これ。これなんかこのフラあの映像がちょこちょこ挟まるんですけど、この映像が何なのかはよくわかりません。もう一回、あ遅いなあ、時間かかるなこれ。そう、なんかこういうなんでしょうね、これ下水道的なところを歩いている映像が入るんですけど、これが何を意味してるのかはよくわからないです。なあ、なんか幻覚もちょっと陰鬱としてて嫌やな。休日のイオンの映像とかになってほしいよね。喋ってます。おお、頑張れレオン、もうお前がやらんと誰がやるんや。もうお前らすごいメイクみたいな、そういうメイクみたいになってる。でここでこう最後のなんかいっぱい人がおんのよな、これよう見たらいっぱい人がいるんやけれども、近づいたら消えていくっていう感じで、たくさんの人がこう自分を見ているみたいな、なそういう映像やな。うるさい、うるさい、うるさい、なんか言われてんのかなこれ。あーでもなんか言うてるな、確かになんか言うてる気がするけれども、字幕がないから何言ってるか分かれへん。よかった英語分からない人間で、ちょっと何言ってるか分かんないっす、すいません、よろしくお願いします。あーレオンくん頑張れ頑張れ、お前がここでやられてもうたら早く立って、
応援しようと思ったけど思いのほか長時間ダウンしてたから。よし、たどり着いた。で、ここでルイスの鍵なくしてたらウケるなって思ったんですけど、ちゃんと持ってました。そしてここがルイスの研究室。この謎装置、あのルイスがねマジ外科手術でプラが取り出してたんで、もしかして今回謎技術使えへんのかなと思ったんですけど、めっちゃ使います。あなたが先に。ダメだ、ここもね順序違うんですよね。というかバイオハザード4の時ってこの手術シーン余裕しゃくしゃくないお二人とも。ウケる、プラが埋まってるらしいぜ、手術して取り除いちゃおうぜぐらいやから、なんかウキウキ、もう余裕しゃくしゃくでやるんやけど、今回必死やよね。あとレオンが先のはずやねんけど、アシュリーが先になってんのよね。でこれよくわからない謎の技術 でこので、なんか痛そう。あれ、なんか痛そう。ここもバイオ4やったらなんか、あー痛ー、あー痛い、あー痛い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 ぐらいやってんけど、明らかに激痛になってるよね。なんか迫力が増してる気がする、全体的に。そしてアシュリーが助かったのを見てレオンはここで気を失ってしまい、そして息を引き取ったとさ。ここまでです。ここからは初見。まあアシュリーが助けてくれたんやろな。わあ、顔色だいぶ良くなってる。え、俺のことここに寝かしてくれたん、重かったやろ、すまんな。You did this. にっこり。Yeah. Yeah, I did this. どうや。Can you stand? やるやん、アシュリー。助かるわ。あ、金先生、今のはもうおじいちゃんやね。足腰が。静か。Yeah, I found it. 見つけた。I think it says we can get... この道を通れば外に出られるかも。Hey.私うまくやれてる？いやもう最高。このままじゃ俺は失業だ。いやほんま失業っていうか失明やった、失う命と書いて失明やったよ。もうちょっとで今こうして生きてられるのはルイスのおかげね。あ、ルイスのことウイルス呼ばれしてもらった、ごめん。あ、見えていいやつだった。ほんまにウイスはええやつやからな。サドラーの真理、プラーガを強力な生物兵器や超人を生み出す便利なツールだと考えるのは間違いだ。プラーガの進化はその支配力にある。どれだけ敵対的な人物でも注射を一発撃つだけで、サドラに従う忠実なしもべに変えられる。はあ、国の重要人物を一人でも取り込めばそこからネズミ残食に、感染を広げられる。事実上どんな国家でも乗っ取ることが可能だ。サドラが世界を統一すれば何が起こるか。一人の支配者と絶対忠実な60億人、敵対者はいない、戦争は起こりえない。だが俺はサドラーたち代々の教主がこの島の人々をどう支配してきたかを知ってる。あんなのは人間の生き方じゃない。俺は絶対にごめんだ。ってことはオズモンド・サドラーだけではないのかな。サドラー一族がずっとこんなことやってたんか。いやーじゃのう。俺がジ・アンバーと呼ぶこのサンプルは長らく倉庫で埃をかぶっていた。この頃すでに実験用資料は十分足りていて、このサンプルに誰も注意を支払わなかった。俺がこれを自分の研究室に持ち込んだのも見慣れない形をしていたというだけの理由だ。基礎分析の後、俺は考えを改めた。まだ小さく仮死状態のままだが、アンバーは他にはない特別な器官を持っている。サドラーの支配種しか持たない器官を。ほう、サドラーと同等、いやそれ以上かもしれない。研究を進める前にアンバーはサドラーに回収されてしまった。俺の動きを怪しんだのかもしれない。だがサドラーの力に対抗するにはあれが必要だ。俺はアンバーと共に逃げ延び、どこかで研究を続ける必要がある。俺に接触してきた外部の連中がまともな奴らとは到底思えないが、これまでだって危ない橋は渡ってきた。次も口八丁で何とかするさ。今度はそう、世界を救うために。ルイス、あ、ちなみにこのルイスに接触してきた、ルイスに接触してきたのはもちろんエイダです。っていうかまあ、ウェスカーです。
ウェスカーです。はい。これ何？カピカピに乾いてる、あの、熱冷ましシート？例の件。そっちが欲しがってた研究データは揃えた。時間と場所は前に決めた通りでいい。念のために聞くが、言われたものさえ持っていけば、ちゃんと高飛びさせてくれるんだろうな。AW。あ、エイダボンです。一つ忘れてるだけど、あのアンバーは絶対必要。あれがなければデータがいくらあっても無意味。私を手ぶらで帰らせないで。ところで合言葉を覚えてる？忘れないさ。アンバーも何とかする。来るときはついでに一箱持ってきてくれないか。銘柄は何でもいい。あー、なるほどな。これで、まあ、アンバーを渡して、で、その代わりにアメリカに逃がしてもらうっていう約束をしとったんやな。しかし、そのルイスは、よ。お。ドリームチーム。まだアンブレラ時代のね、ルイスの写真か。プラーガ除去方法。プラーガを除去する方法は2つ。投薬と外科的除去。感染初期、孵化する前なら除去薬の投与で卵を殺す。だが、孵化した後ではいくら薬を使っても成長を遅らせることしかできない。へぇ、癌細胞みたいやな。もう一つの手段は焼き殺すこと。特殊な波長の放射線を使えばプラーガの身を死滅させることができる。しかしこっちにも問題がある。神経が繋がった状態のプラーガを殺そうとするとその苦痛が宿主にも伝わってしまう。ああ。さっきの、言ってえやつな。で、生体になっちゃったらもう無理だと。なるほどな。まあいろいろあったけれども、俺たち無事になんとかなったということで、俺たち最強、さあ行きましょう。え？あれ、俺らさっきこんなとこ通ってきた？え、これさっき通ったとこやよな、ここ。ああ、じゃあもうなんかおかしいな感じで見えとったんやな。遠慮はやめてよ。ありがとうなあ、いつもいつも。すまんな、迷惑かけてばっかりで。にもかかわらず乙女を下から見上げちゃってすまんな。すいません、すぐ行きますね。すいません。いやーもう、ね。やっぱりこう、なんかお宝、おお。なんだい？ビルベッツブロー。体調はどう？絶好調だ。臭かった。よかった、よかった。なんちゅう読み間違いしたんだ、俺。あんなに仲良くやってたのに。突然。アライフルの弾。ハンドガン、マグナム。これはいよいよか？ここは？ああ、先。アシュリーが捕らわれてたとこか。助けてくれた女の人、大丈夫かな？大丈夫、大丈夫。エイダは強いからな。よく知ってるんだね。お、なんや、焼き餅か？アシュリーちゃん、焼き餅かいな。ええー、なぁ。かいらしいなぁ、あんた、ほんまに。おいちゃん、もう眩しいわ。ああ、おいちゃん、もう忘れてもうたわ、そんな、なんか若い、ああ！悪です。びっくりした。伸びしたドル、ほんまにずっとおるやん。で、これもね、戦闘途中に気づいたんですけど、ノビスタドールがね、特殊スコープで見えるようになってるんですよ。特殊スコープってこれね、このサーモスコープみたいなやつ。これね、バイオハザード4の時、ノビスタドールって透明で見えへんかってん。あ、ほら。見えるんすよ。ガンパウダー。ほら。あれ、絶対取りに行かれへんとこに出た。やめてや。ちょ、あれ、こう。絶対おる。絶対おる。ほら、おるもん。わかってんねん。レオンには全部。わかってんねんで。そんな、あれ。わかってんねんで。全部。あんたらがそんな悪さしたって。わかってるんやで。おるやろ。なあ。おーらへんのか。じゃあいいよ。これは、最終決戦かな。ぽいね。どうした？でも見て、はいはいはい。見る。どれ？アシュリーどれ？俺どれ見たらいい？どれ？あ、いいだおった。あまりにも風景に溶け込んでた。
背景の一部とかした絵だ。俺をおびき出す気か。クソ、でも行くしかねえよな。エイダには俺が恩があるからな。アシュリー、買い物してくるわ。ちょっと待っててくれ。え、ルイスの鍵売るの？しかもこんな二足三文で。え、思い出はもう一応今となっては形見の品みたいな。あー、まあいや、俺はちょっと売らんかな。ここでですね、まあいろいろと準備整えてきましたけど、すいません、ロケットランチャーを買います。なぜかというと、ラスボスだろうがなんだろうが一撃だからです。ロケットランチャー買うときにさ、反則だ反則、その武器はって言ってくれへんかってん。武器商人がストレンジャーストレンジャーって言ってくれるやつ期待しててんけど、言ってくれへんかったからもうカットしました。悲しい。ああ、ジョニーが狭いな。ジョニー狭いとこおるな。大丈夫だよレオン、オイラも戦うよ。本当かいジョニー、なんて頼もしいやつだ。よし、一緒にサドラーを倒しに行こうぜ。というわけで、行きましょう。最終決戦です。ごめんねエイダ、大丈夫？手首痛いよな。すぐに行くな。Stay here. そこにいろ。すぐ戻る。かっこよ。世界で一番かっこいい、すぐ戻る。まあ、エイダさんには世話になったからね。ちょっとそうやな、小走りで急いだ方がいい。で、エイダ助けて、床固っ！ごめん、大丈夫？あれ、もともとの作品では確か下にちょっと緩衝材みたいなのが。ごめん、まさか下がそんな硬いとは。あー、伸びそドールがいっぱい。あ、サドラ来てるぞ。あー、レオンくん、どうもうっかりやな、レオンくん。あと敵将、おーおー、かっこいい、かっこいい。やっぱ俺よりできる女や。さあ、二人でなぜかここに来てハンドガンをちまちま撃ち込む。もっとあるやろ強い武器。お、サドラー変身。どしがたき冒涜のやからめ、生態を拒むとは。怖っ。怒りながら足増やす人怖っ。怒ってるだけでも怖いのに。どうする、変える、バルサン炊く。その重き罪を乞い、許しを乞い求めよ。おお、レオンは下へ、エイドは。さあ、ボス戦が始まりましたが、すいません、ほんまに、すいません、ほんまにすいません。聞いてない、マジ。聞いてたね。すいません、サドラー戦楽しみにしてた人、すいません。だって売ってんねんもん、ロケットランチャーが。武器商人に言ってよそれは。どういうこと。あ、そういえばエイだから、どこまでもしつこい野郎だ。最後の演出がない。まだあんの、マジか。第二形態追加されてる、こんなんなかった。おお、マジか。ロケランもう一個買って、いや無理無理無理、それは無理。アタッシュケース的にも無理やし、そもそもロケラン一本しか売ってくれへんから。じゃあ、まあ、ここでマグナムをついに本性を表したら、それがご神体か。ここを撃てばいい。ここをね、これ聞いてるよな。ほい、これを打ち続けるだけでいいよな。うわー、ね、あー、なんか回避が出ない時もあんのか。はい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 。どう違うのこれ。うわ、いててててて、あ、ちょっとすいません。おー、いててててて、痛い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 。あ、なるほど。はいはいはい。まっすぐ伸びたときは、手前に倒れてくるのね。はいはいはい。で、なんか曲がりながら出てきたときは、これは回避ができるのね。これも回避できる。ちょ、忙しいな。あ、エイダさん。
なるほど、時間稼ぐだけでいいんや。オッケーオッケー、ロケットランチャー、特殊弾頭ロケットランチャーを撃つ。ドーンですね。このラスボスと戦うときに、おいおいおい、デビルメイクライかよ。ここ抜いて、おお、勝った。あのラスボスのとどめの時にエイダがロケットランチャーをレオンに投げてくれるっていうのはバイオハザード2と同じ展開ですね。ちょ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 、死んだ死んだ死んだ。あ、なぜか生きてる。なんで生きてんのやろ、不思議やな。いやで、もちろんボスにとどめさすために赤色のロケットランチャー投げてくれるっていうのも元々のバイオ4と全く一緒。いやー、ほんま大変やったわ。エダ、エダ、What the hell are you doing?Nothing personal, Leon. いや、まあこれ回収しに来たし、あたし。Don't worry, I'll take good care of it. 悪いようにはしない。え、なんか普通に見送るんやん。Bride's here. 迎えよ。You coming? 持ってく？乗らんけど。I think we both know this. ここで別れだ。We go our separate ways. I see. お、なんか。ちょっとエイダ寂しそうやな。へえ。この感じも違うね。なんか爆発したわ。急いだ方がいい。お、可愛いやつ。それ可愛いやつ？可愛いやつや、やったー。よしよし、あの可愛いやつ投げてもらって、それを受け取ったレオンがキュートって言ってくれるなら、俺も何でもいいわ。おお、来たんや。こん方がええぞ。この人はキュートだったわ。いや、もうそんな言うてる暇ないやん。行こう行こう。あ、ってか今のところでなんか What's gonna what みたいなこと、原作のアシュリーも最後に言うセリフやな。よし、じゃあ島から脱出しようね。行こうね。時間思ったよりないね。これどんな感じ。走り抜けるぞ。ああ、まあまあ。敵が出なければって感じか。敵さえ出なければ余裕で間に合いそうな距離感。だが、どうだ？まあでも、よく見たら武器装備して、あ、てか俺が装備してなかっただけやわ。どうやろうな。まあでも、普通に行けば、ジャンプ！普通に行けば余裕で間に合うけど、敵が出たら間に合わないぐらいの時間やと思うから、あんまりいなさそういたとしても。一応ショットガンにしよっか。ショットガンにして。うおおおハゲハゲ。お、なんか苦しんでる。プリケツで苦しんでる。襲ってこない。どうなってんの？なんか、かわいそうな虫おる。あー、まあな、せやな、サドラがいなくなったから。あー、塞がってる、最悪。あ、なんか奥に吐いてる人おる。アシュリー、あまり見ないようにして、見ないようにして上を通過します。急げ急げ、だってこれこの後で脱出の時間もあるからな。これそうです、ここのエイダから受け取った大好き。よかった。でも絶叫マシーンなんて火じゃないぐらい怖いけどね、ここから。ただね、もうバイオハザード4ね、もうここまで来たら何してもいいやと思ってる節があってさ、めちゃくちゃやからね。もうただこれおもろいね、このジェット。痛い。今のはノーダメージです。はい、ダメージは受けてない。いけ、できればあまりダメージを、ね、もともとのバイオハザード方やと確かここいた、危ない。何やったっけ、俺今何の話しようとしてた、何の話しようとしてたっけ。うるうわあ、なん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 。もともとのバイオハザード方やとね、ここ
即死なのよ。壁にぶつかったら一撃アウトで、右下にあのなんかジェットスキーの HP みたいなの出てるけど、 HP なんかないんですよ。なくて一撃でもうダメージを受けたら終わりみたいな状態やねんけど、 HP があるということは多少ぶつかってもいいんやろうなと思いつつも、うわー危ねえ、ジャブデーが、え、何アシュリー今楽しんでる、笑ってるこの子ちゃうよな、悲鳴上げてるよね。キャッキャッキャッキャ言ってるか。おトロフィーを獲得しました。いやー終わった。でもすごかった、もう一回やろうレオン。うわー、なんでこんな爆発してんのか理由がわからん、理由はわからんけれども楽しそうやなお前ほんまに。まあ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 無事終わったということで、バイオハザードってね、このクリアした時のエンディングムービーで朝日が出るのよね。安心感すごいわ。お、これお誘いあるか。Thank you for saving me. Don't mention it. こっちこそ。You know, I could put in word with my dad. Have you assigned to my detail if you're interested? You don't need me. 必要ないさ。もう自分を守れるだろう。おう。Even if you could use a lesson in knife safety. Come on. Let's go home. へー。ちょっと展開変わってる。これ途中でガソリン、ああびっくりした、ガソリンつけたらどうすんねやろうと思ったら、そっかハニガンが、あごめんって返事したれよ、返事したれ。はい、バイオハザード RE4 で、ございました。あのエンディングのセリフがちょっと変わってましたね、うん、なんかあの私のガード続ける気ないみたいなことは確かに言われるんですけど、それに対してレオン普通に断るんよな、普通に断ってアシュリーがだと思ったみたいなことを言う展開、僕結構好きやったんですけど、確かに今作のアシュリーってちょっとなんか強い女性に、強い子になってたから、君はもう自分のことは自分でできるさみたいな方の方が確かにええかもね。それでね、ちょっと今作、あ、これだからルイスか、子供の頃のルイスなんかな、これこの写真怖っ、なんかこの写真怖い、んー、ちょっと実況動画をね全編通してうるさかったと思います。もうずっとね、お前あのバイオハザード4ではこうだった、前作ではこうだったみたいな、うるせえなぁと思われたかもしれませんが、すいません、それだけ前作がバイオハザード4が好きなもんで、どうかご容赦ください。で、あのすいません、またもう一個言わせてほしいんですけど、あの元々のバイオ4でもエンディングであの平和やった村にロスイルミナドス卿がやってきて、こう徐々に不穏になっていくイラストがねいっぱい表示されるんですよ。イラストじゃなくて写真になってるけど再現されてますね。うん、何でしたっけ、ワクチンよね、村で流行り病が、まあ、流行ってしまって、でそのワクチンを打ってあげるよみたいな形で全員に注射を打って、でプラーガを帰省させたっていう流れやったよね。なるほどね。おお、結局エイダが持って帰ったのはアンバー、それともプラーガのサンプル？原作ではサンプルを持って帰ってたはずやけど、なんか RE4 ではアンバーっていうより強えやつが、おお、それアンバーやな。琥珀よな、まだ化石状態というか。お疲れ。アンバーを手に入れたわ。ウェスカーです。Just one question. What are you planning to do with this? Do not pay you to ask questions. All you need to know. 新しい時代が始まる。この時、あのエイダとウェスカー同じ組織の人間なんで。
expediting that change. Oh, かっこいいこと言ってる。So, we're talking millions of casualties. Billions. 数十億だ。ちなみにこの人バイオ5で死にます。We're changing course now. エイダ裏切ったの？ウェスカーのこと。このタイミングで？へえ。レオンのジェットスキーを見下ろしながらなんか。ああ、そうなんや。へえ、これ、アナザーオーダーどうなってるんやろ？ジ・アナザーオーダーっつって、バイオハザード4をクリアした後で出てくる、エイダが主人公のミニゲームみたいな。のエイダが実は裏でこんなことやってました。的なストーリーのお話、ちょっとした小さいミニゲーム的なのがあるんですよ。ミニゲームって言われにはまあまあボリュームあるけど、まあ外伝的なやつがありまして、例えば一番最初にレオンが村で戦ってる時に鐘の音が鳴って、で、村人はみんなこう、わーって教会の方に行ってしまうけど、あれ実は鐘を鳴らしたのエイダやなんですよね。みたいな感じで、実はレオンが活躍している裏で、エイダがいろいろ手助けしてくれてたっていうのが、わかるっていう話なんですけど、今作結構エイダの出番というか、なんか、いろんな展開が違ってたから、どうなんですかね。アナザーオーダーもかなりいじる必要ありそう。やし、まあ、このタイミングでそうか。で、アンバーっていうのが RE4 で新しく出てきた概念やから、これどうすんのやろ？ RE5 とか作った時になんか、続けて、いやでも RE5 出るんか？そもそも。だってバイオハザード5ってさ、ぶっちゃけ今見てもそんなにグラフィック悪くないんですよ。ま、さすがにね、さすがに古いゲームではあるので、今見たらまあちょっと古いなぁとはなるけど、とはいえ、出たの PS5 とか、PS3 とかの頃やからさ、まあ、別にそんなに、まあ全然最近のゲームと同じような、フル HD のゲームやし、全然綺麗な映像なんですよね。だからもう今の技術で作り直してもそこまでグラフィックは上がらんと思うから、RE5 出るんかな？4まではね、さすがにちょっと古いゲームやなって、もう見ただけでわかるレベルなんですよ。ああ、昔のゲームやなって。5はね、確かにちょっと古いんやけど、そんな、いやもうちょっと、わ、これはちょっと現代のグラフィックで作り直して見てみたいわっていうほど古くもないのよな。どうなんですかね？出るんすかね？というわけで、バイオハザード RE4 やってまいりましたが、先ほども言いましたが、本当にすいませんでした。でね、おじいちゃんかのように、4の時はこうじゃったよ。ここ4の時はこうじゃったのにの、言うてましたけれども。まあ、クリアしてみての感想なんですけれども、まずすごいなと思ったのが、マップかな。マップがね、ほぼ原作と同じ形してました。もちろん原作にはなかったマップとか、つながりがおかしいとか、全く別物になってるマップもいっぱいあったんですけど、とはいえ、あ、このマップってあの場所かっていうのがわかる場所、原作とほとんど同じ形のマップっていうのが結構半分以上かな、あって、で、まあ展開も変わったりしてたんですけれども、まあ展開はね、もうある程度変えざるを得へんよな。バイオハザード4って、ギャグやねん、あのゲーム。実はホラーゲームの皮をかぶったギャグ映画なんですよ、あれは。ストーリーが。ギャグゲームなんですよ。そう、もう人類の力を超越した超絶イケメンスーパーアメリカ人が敵の攻撃を華麗にかわして、超かっこいいポーズで超かっこいい決め台詞を言いながら敵をバシバシ倒していくっていう。あれはね、もうギャグなんです。お笑いなんですよ。あ、そういえば、なかったぞ。こんなことをしている場合ではない。バイオハザード4でさ、
なんか椅子があんねんけど、その椅子に座ったらレオンがめちゃくちゃカッコつけて椅子に座った後でこんなことをしている場合ではないつってセルフツッコミを入れる面白シーンがあるんですけど、なかったな。いや、あったんやろな、俺が見逃したんやろな。あのシーン原作ファンからめちゃくちゃ好かれてるシーンのはずやから、こんだけ原作再現してるゲームであのイベント丸ごとカットしたってことは多分ないんちゃうかな。結構探索したつもりやけど、まあ見落としは絶対にいっぱいあるから見落としたんかな、ちょっとわかんないっすけど、まあさすがにあるんじゃないのかな。まあそれも含めてやっぱりバイオハザード4ってちょっとあの面白いんですよ。楽しいとかじゃなくて、笑えるって意味で、実は結構普通に笑わせようとしてくるシーンがいっぱいあったりとかして、うん、あのギャグなんですよね。やねんけど、まあその辺をやっぱり現代のね、クオリティのグラフィックで作ってしまうと、あ、しかもちょっとあの RE2、RE3 あたりからさ、ちょっとフォトリアルっていうか、キャラクターのグラフィックとかもすごいリアルな人間っぽい。ゲームのキャラっていうよりかはもう本当に現実にいそうな感じのリアルなっていう風に来てるから。まあさすがにこのリアルなグラフィックでバイオハザード4と全く同じことやっちゃうと、さすがに違和感あるよねっていうことで、その辺をちょっとね、現代ナイズされてたみたいな部分はいっぱいあったんですけど、まあもうそれはしゃあないことかなと思います。バイオハザード4ファンとしては、もうめちゃくちゃ満足しました。これでいい。これぞ求めてたリメイクって感じです。RE2 と RE3、まあ今まで前作な、前作、RE2、RE3、RE4 って来ましたけど、RE2 と RE3 は別ゲーです、もう。あれはもう原作とは全く似ても似つかない。全然違うゲーム。あれはあれで面白かったけど。逆に RE4 はものすごく原作を再現しようと頑張っている。なんか伝わってきました。バイオハザード4ファンに喜んでもらおうと。なんか、そういうのが伝わったんで、もちろん不満もありますけどね、ここは残しておいてほしかったな、みたいなのありますけど、全体通して僕はものすごく満足しました。よかったです。うん。これでいいと思います。RE4 は。さて、ここまでご視聴どうも本当にありがとうございました。まあ、エンディングももうそろそろ終わりかな。いやー、とてもいいゲームでした。でも、やっぱ長くなっちゃったな。ここまで長い時間見てくれてどうもありがとうございました。バイオハザード RE4 実況プレイでした。ハニガン。実は裏でずっと頑張ってくれてたからな、ハニガン。ありがとうな。あ、この感じ、二人帰ってきたんかな。リザルト。プレイタイム。32回セーブ。プレイタイム18時間。あ、まあ、これはかなりたっぷり遊んで18時間なんで。もっとサクサクやればもう少し早いかなって気もしますがね。おだー、これバイオハザード4ってさ、クリアした後でタイトル画面に戻ってきたらこうなるんですよ。村のね、を見渡すカメラになってるんですよ。これ再現してくれてるの嬉しいな。元々のね、ゲームキューブ版はこの画面でね、右スティックを倒すとカメラを回すスピードを変えれたんですけど、それはできなくなってますね。完全版からかな、それできなくなったの。少なくとも任天堂スイッチ版はできませんでしたね。まあそれはええわ。というわけで、ここまでご視聴どうもありがとうございました。まあマーセナリーズみたいなおまけモードもあったりするので、まあ、この辺はちょっとまたやるかも。で、バイオハザード4っていうのは周回プレイをするゲームなので、まあ難易度上げたり、無限武器とか取りに行ったりとか、まあその辺はもしかしたら生放送とかで2周目、3周目遊んだりすることもあるかもしれませんが、動画は一旦これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。